はい、これがね、なめこ。秩父の祭りなめこだって。綺麗に洗いますからね。それじゃあね、なめこ、人参、長ネギ、キャベツ、お湯、はい、じゃあ煮えるまでの間ね、こんな感じになってますけど、アクを取るか。どうでしょう。すごい悪。すごい悪。危ねえ。ほら、少し追い出すわ。よし。
はい、それじゃ完成です。はい、それじゃあ装いますかね。味付け、おかず海苔。いや、ベイシアのかぼちゃの煮付け。これは唐揚げです。で、これが、まあ、牡蠣ですね。うん、電子レンジで温めたんで、うん、美味しい唐揚げですよ。広島産だそうです。ずいぶん遠いとこから来ますよね。これはなめこ汁です。ああ、よく煮てあるから、人参も柔らかい。
今回も美味しくできましたよ。なめこ汁、これね、唐揚げ弁当なんですよ。それとこれは牡蠣はまた牡蠣で別ね。これもかぼちゃも別。うん、はい、ご視聴ありがとうございました。